球の歴史の中にはいつまでも語り継がれる数々の名勝負がありました。ピッチャーとバッター、記録をめぐってのライバルとの戦い、そして勝負の分かれ目となったあの一球、私たちプロ野球ファンの至上の喜びとは、その一投一打に燃え胸を震わせることであります。1億人が証言者、プロ野球燃えた震えたドラマティックな男たち。僕の15年間の野球の中の、残った数字ってありますけども、そういう数字を作っていってくれたのが江川卓の存在があったからかもしれないですね。それはすごく大きいと思います。その存在はルーキー江川卓と掛布雅之の初対決は1979年の七夕。掛布は6年目のシーズンを迎えていた。アマチュアの時にその凄さっていうのを自分の目で感じてましたので、怖かったんですよ。ただ僕はプロに入っても何年も経ってますし、3割も打ってるバッターですから、無様な負け方はできないというね。1回の表のタイガース、2アウトランナーありません。バッターボックスに掛布が入っています。マウンド上の江川、ボールカウント 1-3、 ゆっくりと振りかぶって第5球カーブ、すくい上げた、ライトへ弾丸ライナー、一直線は中断、掛布の素晴らしいホームランが出ました。同い年のライバル掛布と江川の長い戦いの幕開けだった。分からなかったです、打った時球種は。ただ江川というこれからすごい戦いをしていかなきゃいけないピッチャーの投げてきたボールを打ったというイメージしかないんですよ。掛布の打者としての本能が恐怖を覚えた。事実、翌年から江川の快速球がうなりを上げる。フォークでもなくスライダーでもなく、江川はただストレートで三振の山を築いていった。一方の掛布も江川入団の年から3度のホームラン王を獲得、ミスタータイガースの称号を不動のものにした。しかし掛布の頭の中には、どの投手と対戦している時も常に一人の男の存在があった。江川卓。江川のストレートを捉える、それが掛布のテーマだ。誰よりも速い江川の球を誰よりも強く捉えて遠くへ飛ばす、その思いが掛布の原動力となった。それこそが江川卓の存在。彼は僕のボールをバットの上を行くのがテーマだったと思うんですよ。僕は彼のボールを芯よりも上ぐらいを叩きに行って、それで潰してですね、ボールを潰して芯の下にバットを入れてあげて、こうボールの角度を作っていってあげないと、もう僕はもう常に自分のスイングを磨かなければ、彼のボールは潰せないと。だからすごく自分のそのスイングを磨いてくれたと思いますね、彼のストレートが。掛布雅之と江川卓、同じ時代にプレイヤーとして存在できた喜び。江川が引退した翌年、掛布も静かにバットを置いた。徳さん、江川は結構打たれてましたね。打たれてますね、やっぱり他のバッターと違うなってことを感じません？全然違いますね、掛布さんは、いいライバルでしたし、彼を打ち取るために我々やってきたっていうか、でやってて面白かったですね。あ、そうですか、僕らやっぱり掛布を打ち取るっていう楽しみが、巨人阪神にありましたからね、よし掛布絶対三振一つは取るぞ、最低一つ取るぞと、できれば4打席全部三振できるぞっていうのは、江川さんの中にもそれはあったんですか？楽しみがありました。名選手が名勝負を作るんではなくて、むしろ名勝負が名選手を生んでいくんじゃないかというようなものを僕らも感じたんですけど、江川さんいかがですか？本当に今の選手もそれを目指してやってもらうと、きっと勝ち負けだけじゃなくて、見ててすごくワクワクするような試合っていうのが見れると思うんですよね。そうですよね、そんな江川さんがもう一度ちょっと自分との対決で見てみたいっていう名勝負は何ですかね？掛布との戦いも見たいんですが、もう一人いるんですよ、阪神にバースという選手がいましてね。史上最強の助っ人ランディー・バース、三冠王を2回、1シーズン54ホームラン、シーズン最高打率3割8分9厘、数々の記録を残した男がたった一人の投手に敬意を払った。ありがとう。
マウンドに向かう江川の姿はいつも自信にあふれていた。1986年6月26日、日本中が息を呑んだ。バースに7試合連続ホームランの日本タイ記録がかかったこの試合、マウンドには江川卓が立っていた。記録を持つ王監督がじっとベンチから見つめる。勝負か否か、球場全体が異様な空気に包まれた。外人に作らせていいのかみたいな風潮みたいなものがあったんですよ。でもやっぱり江川卓という怪物という名前を維持するためには、あそこで逃げたような姿を絶対見せちゃいけないだろうし、何も考えなくていいんじゃないか、勝負しろよという話をした記憶があるけどもね。日本中の期待を背に、江川はバースに真っ向から立ち向かった。ヒット2本こそ許したものの、ホームランは許さず。そして試合は8回、5打席目を迎えた。さあ、これでバースの打席はこれ最後になるでしょうか。延長でもいけ、ここでホームランが出なければバースの記録は途絶える。王監督に並ぶかどうか。お互いのバッターと江川のバースの読みが面白いですよ、これね。これはいた、豪快。バース見上げる、見上げる、ゆっくりスタート、ライトスタンド、場外か、場外へ出ましたね。豪快な7試合連続。最後の最後に江川は敗れた。しかし敗れてなお決して逃げなかった江川の姿はファンの心に強く焼き付いた。打ったバースも立派だったし、やっぱりそれに向かってね、完全と立ち向かった江川君も立派だと思いますし、勝負にはやっぱり三振も勝負の結果だし、ホームランも結果だし、だからファンの人がね、感激してくれるわけですから。で、我々も胸が熱くなったりね、もう手に汗握ってドキドキしながらやるわけですから、やっぱりそういう中に生まれた見事なホームランっていうのはね、やっぱり心に焼き付きますよね。